はい、どうもフェイでございます。アサシンクリードローグの続きやっていきます。よろしくお願いいたします。ちょっとねマイクの聞こえ方が一つ前と変わっていると思うんですが、ちょっとヘッドセットを変えてます。すいません。ちょっとね都合のいいというか使いやすい方にちょっと今ペラッと変えております。ね今ニューヨークに帰ってきました。銀行同行ってすげえ言われるんでね。船員を雇う、これなんだ、あ、改築。これちょっとここ行きましょうか。ちょっとニューヨークのことを今回ちょっと いろいろやろうかな。ちょっとね、俺メインストーリーを突っ走りすぎてマジで寄り道してないので、ちょっともうちょっとやんないとなという気持ちに今なっております。俺ね、割とゲームやってるときね、なんか、隅々までやるっていうゲームっていうのは本当に面白いと思ったゲームだけで、基本的にはね、くだんねえ寄り道はやんない主義なんですよ。同じようなサブクエとかね。あ、でも、アサシンクリードのね、こういうやつは結構好きなので、まあ、なるべくやろうかなと思っております。ただ、なんかほら、手紙拾ってこいとか、なんかその、高いとこにあるトロフィー取ってこいとか、ああいうのは好きじゃないんですよ、別に。あれはどうでもよくて。やる価値のある面白い寄り道だったらやるよっていう感じですね。つまんないやつでも全部やり込みますみたいな人はね結構いるけど、やっぱすごいなと思うな。トロフィーのために全部やるみたいな、あ、全然俺興味なくて。トロフィーとか実績はね、だから俺結構おおらかにいつもやっててね、全然集めてないんですよ。へいへい、いっぱいいますね、こうニューヨークは。やっぱあ、これだ、インタラクト、いいよ。よし、ニューヨークちょっとガンガン作っちゃうぜ。こうやって綺麗にしちゃおう。これだよ、これ手紙。はマンハッタン、あー、この辺アンロックしましょうか。改築とアンロックこの辺しましょうか。じゃあニューヨークをねガンガン明るくしていきましょうよ。ずーっと海にいてね、ストーリーだけ追ってたんでニューヨークガン無視してたんでね。あ、アサシンが近く、銀行は結局よくわかんねえんだよな、どこにあんのか。メニューからなんかペロッと引き出せるもんなんですかね。右上、これ手持ち金でしょ。で、多分その右側の収益だよね、おそらく。定期収益の金額で、ちょっとよくわかんねえな。パッとね地図見たんですよ、この実況始める前に。パーッとアイコンはさらったんですけど、あんまなんか銀行って感じのやつがなかったんで、あれれって。なんかギャングの砦だとか本拠地だとかぶっ潰してどうこうあこうって出てきましたもんね。だから他のちょっとニューヨークにある砦もぶっ潰してみましょうか。したらなんかちょっとは解決するかもしれない。砦の中とかにあるのかな、そういう倉庫みたいなやつが。これかいるな、アサシンが近くに。はいはい、どんどんお金出すよ。小銭いっぱい持ってるからね。あいつアサシンですね。はい、残念。近づく前に見えてました。俺見たら襲ってくるんですね。アサシン教団がやっぱり俺の首に賞金かなんかかけてんだな。賞金だけじゃないか。普通に使命として俺を殺すために差し向けてるわけかな。よし、ちょっと酒場行ってみよう。酒場あれでしょ、喧嘩して制圧するんでしょ。一回やったよね。さあさあ、ニューヨーク。これがね、普段のアサシンクリードですよね。まあ、いわば。この街の中どんどん綺麗にしていくっていうか。いつものアサシンクリードもできつつね、会場もみたいな感じなんですよね。ドゥ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 、ん、なんか平和そうだけど。チョイス、チ
よいしょ。あ、平和じゃなかった。あーもうもうやるのやるの。あーもう、はいやろうか。はい残念、カメラぐっちゃぐちゃで何も見えないんですけど、ちょっと、はい残念、はいえいえいえい、はい次の人、はいえいえい、はい次、はいよしこい、はいもっと強いぞ連れてこい、はい、みんなノリノリ、これでここはまあお金払ってまた情報を、情報ちょうだい、あこれ補給キャンプの毎回なんか情報なんですね基本的に。なにこれプレイ、ああなんか酒場のミニゲームみたいなやつか、それ興味ねえんだよ。セルルまず今ニューヨークを片っ端から平和にしていくことだぜ。ここのちょっとねビューポイント行ってロケーションを明るくしましょう。さあニューヨークをどんどん明るくしていくぞ。私これサマーセールでね、ほんと1400円とかで買ってるんで、もう1400円でこんなに遊べるなんて最高っていう状態ですね。いやでも PS4 版が出たらね、本当にあの僕フルプライスをお布施する気満々で待ってたんですけどね、残念ながら出なかったんですよ、なんでか知らないんですけどね。全然私お金払うのは一向に構わないタイプなんで、面白いゲームにいくらでも金払ってもいいと思ってるから。右下の方行きましょうか。狭いけどこれ難易度高いですね、危険度高いになってますね。こっち行きますか。これ何ですかねこの W ウォーターフロント、そこ行ってみようか。これなんだっけこれ、あ待ってアサシンの、あ後ろだ、どっから来るか分かんねえからなあいつら、ほい、あれ痛え。ちょっと面白いのはね、やっぱシリーズによってアサシン個人のね能力ちょっと違うんですよね。ありえねえような高いとこにね登ったりとかできるやつがいたり、まあ多分それあの別に個人のこと意識してそうつけたわけじゃないと思うんだけど、えいっなんかこう開けたら怒られそうだもんさ、寝かしとこうと思って。最強と呼ばれているあのエツヨさん、エツヨアウディトーレで、アウディデトペイエツヨアウディトーレさんね、2の主人公さん、まあ、やっぱ戦闘能力はナンバーワンかもしれないけどね、そのパルクールの能力はもっとこうこいつの方がすげえみたいな話きっといると思うんですよね。俺もちょっと動かして比較してるわけじゃないんだけど、でもシンジケートのねアサシンはあのランチャーもあのロープランチャーみたいなの持ってるおかげでビルの上一瞬で登れるからめっちゃ楽だったんですよね。時代によってはそういうこうちょっとね面白いこう個性が、あーやばいですね、アサシン様ですね。俺素手になってた。あれあれ、あこの地域のことを指してたのか、なるほどね。じゃああの酒場を押さえますか。あのマーク何なんだろうと思ってたらそういうことか。
いや、日本が舞台になったら、まあまずは間違いなく忍者になるんでしょうね、おそらくアサシンは。でもさ、外国の人がさ作る日本っていつもめちゃめちゃじゃん、なんか中国とか全部混じっちゃってさ。中国も韓国も関係ねえんだもんな。あー、絡んできた。柄が悪いわ。よくこんなおっかない顔したおっさんに絡もうと思うな、これ。おい、カメラがぐちゃぐちゃやぞ。えい。はい、制圧完了。これ酒場制圧してもあれなんですかね、収益増えたりするわけじゃないんですね。基本的にはあの物資で復興しないとダメなんでね。じゃあとりあえずビューポイント開放しましょうか。でここをちょっと潰せるかどうか実験してみましょう。難易度高いなんでちょっと無理かもしれないですけどね。俺の今のちょっと武器だときついかもしれないけど、知恵と勇気を使えばなんとかなるかもよ。かもよ。あー、おー、いって、ごとやろ。あ、こいつじゃねえぞ。ちょっと待って。やばい、バカ、動けない動けない。あ、よかった、煙幕でまだ。こいつかな。いってー、やべ、やられる。いやー、しれっとできて刺されましたね。恐ろしいわこのゲーム。アサシン怖え。俺もアサシンだけど。いったー、即死しないだけまだマシだけどね。警戒地域にちょい足踏み込んだけでこれですよ。あ、あれアサシンですね。こいつじゃないけどやってきましょう。あべ、なんだ今のずりー。はい、こいつだけやれば用ないです。俺に一撃食らわせた俺をしただけなんで。襲われはしないと思うんですけどね、警戒地域ではないので。でも今回ちょっと紛らわしいですよね、この赤点は。なんかすごいちょっと紛らわしいな。あれ、なんか撃たれる警告、あ、警戒地域じゃないけどダメはダメなのかな。この辺のなんか区切りがよくわかんないんだよね今回ね。ややこしい。 OK だったり、この赤いやつが OK だったり OK じゃなかったりね、結構ぐちゃぐちゃなんだよ。この距離無理か。この距離行けるアサシンいるんだよな。ドイツか忘れたけど。行けそうないい場所がないですね。あ、これいけるかな。おお、いけるいける。お、いいぞいいぞ。いいぞいいぞ。これさすがに無理か。オッケーオッケー、来た。ふう、これがしたかったんです。さてさて、この辺明るくなった。ですね、連動してたの。潰してみるか。じゃあ挑戦してみましょうね、とりあえずね。あ、襲われはしないな。よくわかんないですね。赤色
まあその物理的なんていうかこうキャラが服で赤色の服着てる人は多分味方なんですよ基本的にはね。オレンジ色着てるやつとか余裕で襲ってくるんだよねアサシンなんで。警戒地域いたらなおさらって感じ。シリーズによってはね、あの仲間消しかけたりできるの面白いですよね。いや、これいけないね、本当です。近くにアサシンいりますね、これね。左の方にいる。あいつだ。コウコの憂いを断ちましょうか。あ。あ、生きてた。さすがアサシン。高いところ落としたぐらいで死なないか。あ、逃げた逃げた。よし、やってみましょうか。毒物を使えなくする？あー、なんか爆発させるやつがあるのか。はい、1アサシン。アサシンの力を利用しましょう。あ、そっち行っちゃったか。パンピーに煙幕投げて喜んでます。足速いな、やっぱアサシンだけあって。あ、どこ行くんだ、あいつ。どこ行く、どこ行く。こらー。あ、やべ、やるな、お前。あ、なんかバグってる。なるほど。俺が飛びつく寸前で死んだのか。あれ、なんか後ろでピポーンってなって。別のアサシンか。ぽいですね。違うな、衛兵のおっさんだった。あべ、あー、くっそ。んー、腹立つ。やべ、くー、拾んだところから。冷静にならない、死ぬぞ。やべ、強え。あべ、押したのにな、ちゃんとカウンター今。アサシンがやばいっすね、やっぱね。一瞬で HP ミリにされるんで、めちゃめちゃきつい。いやー、しれっと出てくんな、ああいうとこから。あ、雑なプレイしちゃダメですね。近くにいる。あいつかな。やべ。一旦眠らせましょう。殺すけどね。いやー、近くにアサシンいるな。まあ、屋根の上だから見晴らし的には見つけられそうだけど。あれ別の弾がない。ああ、選べた選べた。あ、これいけない。おお、いけたいけた。リーダーどこだ。リーダーあれか。いや違う、こいつリーダーじゃない。おわべ。
どこからか別のアサシンが今来たな。アサシンどんだけ仕込んでんだよこれ。リーダーどなたですか。今俺を取りに来たアサシンさんかな。あれなんですかね、あれじゃないっぽいんだけどな。だよね。とりあえずバーサクしとこうか。なんか潜んでる感じがするな。あ、あれ、町の人に多大な迷惑をかけてるよさっきから。君らのリーダーどこにいんの。いた、いた、あいつだ、いってやろう、やるな、対戦してるみたいだな。はい、いた。はーい、行きまーす。残念。はい。よし。見つけちゃった。ごめんね。藁の中に爆弾ぶち込むの、俺ちょっとやってみたかったんだ。よし、難易度高い。まあ、いけますね。とりあえずね。1000円ゲッツ。おいしょ。うん、あ、ここから攻撃換算に艦隊にいじれるんですね。へえ。あ、船着き場追加して、そう、この強い船ゲットしたんだよね。いいぞ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 。みんな働いてるな。98%。よし、行こう。めっちゃ壊れてんな。安全に行こう、安全にね。はい、今回このヘベゴなんかあんまかっこよくない名前が。よし、何してんかよく分かんないからね、ちょっと見てる人って地味だと思うんだけど。あ、これですね。これでお金ゲットすんだ。はっはー。はい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 。じゃあやっぱ、砦落としてゲットしていくんですね。いいねいいね。砦バンバン潰そうぜ。もうニューヨークの砦バンバン潰そう。若町ニューヨーク。あ、嘘。なんで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 、はい。撃った分ね、一回は一回ね。なんで今撃ってきたの。俺がアサシンになったら死んでるよ。下でめっちゃ衛兵切れてんだけど、あ、やっべ、うお、やべ、やっちまった。衛兵切れてるから一段下が、あの、下に隠れよってやったら飛んじゃった。ひゃー、もう何何何何、どっから登るのこれ。登る場所がない。
フリーランぐちゃぐちゃになんな。あ、やっぱなんかこの辺やってるとシンジケートの進化を感じますね。なんかね、昔のアサシンクリード感がある。フリーランの不敵感、よいしょ、いでいでいで、やるなこいつ。はい、下に無駄にどんどん海兵が減るよ。それやめなさい。もうお、あ、そっかそっか、はいはいはい、懐かしいねこのね、上に上がるときにあれだ、なんか高いとこは A を押してジャンプしなきゃいけないんだけど、場所によってはあの、なんていうの、後ろにジャンプしちゃうんだよね。これよくやったわ俺、懐かしい。まあ、同じところにこう、なんていうの、こうやり、例えば同じボタンで上に行くと同じボタンで下に行くっていうのを絶対入れちゃダメなんだよね。なんか逆のことをしてしまうことをその同じボタンにね絶対入れちゃダメなんだよね。もう長いことゲームいっぱいやってきてるから、やっぱなんかこういいものと悪いもののその辺の差みたいなものはね分かってきたよ。あ、これでも材料が足んないや、マジか。なんだろうこの金塊みたいなやつが足んないですね。なんでこれこんなにないんだろう。船から取るものなのかな。まあいいや、ちょっと手に入れたらゲットしましょう。この改築はその時にやるってことで、ニューヨークのあの中央の砦もぶっ潰しましょう。ん、またアサシンか、やだやだ、もうしれっとできてブスってってくるからもうたまんないんだよね。なんかあいつらをこうなんつうの、こうもうちょっと楽ちんにこうなんていうか見分けたりとか暗殺を阻止するような装備みたいなのないのかな。単純にでも防具のなんていうか能力上げていけばなんか楽になりそうな気もしますね。俺全然動物飼ってないからな。これですね、鳥で。いるね、アサシン。まあ、とりあえず屋根の上から掃除しましょうか。でもここまだ鳥でじゃないんだよな。やべ、そっちじゃねえよ、バカ。なんでそっち飛んだね。上のアサシンの上飛んだつもりだったのに。下の関係ない人やっちゃったよ。誰だあれ。全然関係ない人やっちゃった。今俺に向かってきたアサシンどこ行った。あ、いたいたいた、はい、 I got a っつってなんか言おうとしてましたが残念でした。でもエアアサシンできなかったな、なんだか知らないけど高さが足りなかったかもしれない。敵のマークとかありすぎてね、ちょっとこれあんまりああいうとこ近づきたくないんだけどね、こういうとこから出てくるから大体。やべ、タイミング悪かった。写真左の方にいますね。あいつ立派だな、ちょっと見えたぐらいでちゃんと反応してるの偉いね。しっかり仕事してるわ。ここですか。ちょっと炙り出しましょうか、あの辺のやつ暴れさせて。
さっきの砦にちょっと設計的に似てるかな。あ、やってますね。いいですね。あら、こんなとこにアサシンさんがしれっとイーグルダイブ待ちですよ。エアアサシンしたいのかな。残念。あ、あん中にいる。はい、寝てるところをどっこい。バーサクダートちょうだいよ。ちょっとバーサクダート。あ、くんねんだ。くっそ、アサシン何も持ってねんかい。しけとんな。斧持って歩いてる人がいる。おお、外走り回ってますね。怖いな。リーダーに見つかった。おお、あれがリーダーか。なるほど。後で殺す。うわ、視界が開けてここきついですね、結構ね。あれ、リーダーかな。あ、違うな。チャース。これリーダーだな、多分。ほい。ほい。キャミン。よいしょ。リーダーじゃなかったか。残念。ほら、出てこい、バイトリーダー。俺は逃げも隠れもせんぞ。いや、隠れろよ。アサシンなのに隠れない。急い。わしは正面切って戦うんじゃ。今日はそういう気分なんじゃ。あ、いっちゃっ。あ、兵士で逃げやがった。許さねえ。何？邪魔すんじゃねえ。でもお前のおかげでリーダー逃げ切れた。あ、逃げ切れてやないな。いって、あー、そこら中に嫌がる。リーダーを追って走り回ってると、俺アサシンキルされちゃうね、このままじゃ。そこら中に仕込まれてるアサシンにやられちゃう。くそ、リーダー隠れたな。今回これ面白いな。敵のアサシンリーダーとやり合うの楽しいですね。やべ、おお。やー、くそ、ガス食らって動けなかった。鬱陶しいあいつ。でも面白い。これは面白いですね。この中にいる人助けたいんだよな、そういえば。それやろうと思ったらリーダーに襲われたんだよね。どこから入んのこれ。いたいた。はい、はい、逃げなさい。リーダーいた。押してんだけどな、ガスマスクボタン。うまくいかないね。お、なんで、なんで当たんなかった。お、かぶね。いや、そう、マジで助っ人来ちゃった。ふん。冷静に。あいつ偉いな。偉い偉い。相手しないでちゃんと逃げるわ。賢いわ。正しい。そうやって粘ってる方がいいもんな。あいつお利口だな。
だんだん可愛くなってきたわ。マジかお前、追ってると必ず部下が出てくんな。これやべえな。ケツを追うっていうやつやっちゃダメだね、これ。本当にめちゃくちゃ不利ですね。無限に部下が湧いてきてあいつに協力するんでダメですね。 あそこにいた。いい、ちょうどいいとこにいるわ。眠り入ったかな、行ったかな。いや、リーダーに入ってない。あ、なんでこれ登れねえの。あれ、どこ行った。あれ、今いたリーダーどこ行った。なんで消えた。え、なんで消えた。なんどういうこと、どういうこと。あれ、今いたよね。は？何これ、どうなってんの。わけがわからん。どういう仕組みなんだこれ。やべ、撃たれる。おお、危ねえ。ん？上がってきたが、これあいつの部下とかですか。あ、これ兵隊だな、普通の。この一帯にいるっぽいんですけどね。ん？全然わかんねえ。よくわかんないな。あ、あれだな。あれリーダーですね。俺の弾切れちゃったんだよね。ピストル弾届かないんだよな、この距離だと。あ、届くわ。あ、やれた。届くんかい。近づいてやるってのがめちゃめちゃしんどいから、やっぱ基本的にはあれですね。バレないようにやるんだったら近距離だけど、遠くから遠距離でスパスパってやっちゃうのが一番簡単ですね。いやーでも難易度ね、高いの、確かにエリアのボスは強いっすね。まあ、ちょっと俺が今ダラダラというか、すごいなんか雑なやり方しすぎた感じがするんですけど、もっと楽するんだったらね、バーサクダートとかたっぷり残して遠距離からスパッて入れたら終わりですからね。なんか正面から追いかけっこするとあんなにしんどいってことが分かりましたね。俺はどんな小汚い手使っても楽な方がいいタイプなんで、なるべく楽な方を取るようにします。だいぶ苦労したわ今。ケツオーナー建設的ではありませんな。でも楽しいな、すごい。あいつとやり合うの面白い。なんかそう本当に簡単にこう押し切らせないぞっていう感じがすげえ楽しいですね。アサシン先輩、うい。怖い怖い。どっからかしれっと出てくるんだな。また近くにいんぞ。来た。爆竹で炙り出して殺しました。俺も金いくつ持ってたっけ。2万。おお、持ってる。そこ
こ修復できないかな。あ、やべ、はい。ちょっとそこら中から暗殺者が出てくるよ。めっちゃ物騒なんですけど、この街ちょっと超怖えわ。そこら辺からすぐ走ってきて私の命狙ってくるんですけど、これは？あ、全然だ。うわ、70とかいる。これすごいな。近海マークのやつ70もいますね。これは遠いわ。なんだろうこれ、教会かな。なんかでかい屋敷にも見えるけど、教会っぽいですかね。やべ、ちょっと下で騒ぎになっちゃってる。死体が転がってるからか。違うのよ、その人急に襲ってきたんです。私正当防衛ですよ。びっくりした、ほんと。あんだけ連続で来られると。ちょっとなんかこの先が不安、先行き不安ですわ、ほんと。いや、ニューヨークだいぶ明るくなってきましたよ。ほら皆さん、半分以上は、あとは上の方ですよ。だいぶ明るくなってきたよ。この辺無理なんだよね。いや、要するに外でもっとやってこいってことでしょ。ここ行く？もうギャングバンバン潰したろ、もう。クソギャングども全部潰してやるぜ。この北のやつだけは格が違いますとかちょっとありそうだけど。ちょ、待って、でもさ、卵を、弾入れようぜ。弾をね、現地調達でやるからさっきからめっちゃきついんだよ。バーサクダートとかちゃんとモリモリで持っていけば、サクッと終わりますよ、多分。おっちゃーん。Welcome here! 弾を、弾、弾薬。バーサクダーツ。これこれこれ。これ大好き。うん、なんか思ったより弾持ってるわ。ピストルか、ピストル、ピストル。入職者アビリティ全てアンロック。ああ、なるほどね、実績で結構ゲットできるんだ。うん、買っちゃうとさ、あ、でもなんか俺いいの持ってんじゃん、俺。やった。テンプル騎士団の衣装。ん？変わってるこれ。あ、変わってるかも。うん。主に色が。よし、ちょ、弾はこれで込めたので、あそこを潰す。やったんどー。これ大通り走ってるとまた来んだろ、アサシンが。ヒーっつって、やれる、ターゲット見つけたーっつって。来いよ、ほら来いよ、出てこいよ、ほら来い、向かってこいよ、ほら。地図ガン見してっかんな。走ってきてるアイコン見たらもう振り返ってぶっ刺してる。ちょっと今目描いてるからやめて。ほんとね、しれっとできてプスってやっただけで俺の HP がもうあと一撃になっちゃうから。あー近い、いるよ、左から来るかもしれない、左から。もう何あれたち、草の中にずっと隠れて一日中俺を待ってんのかな。とんでもねえ暇人だよ、ほんと。近えな、近えな。近いな。なしてん、なしてん。わ、いた。ダブルアサシンしたいね。
バレてないバレてない、うん、あ、なんかリーダーっぽいにいたな、他にいたね、今ね。おーい、ダブルなってねえぞ、ふざけんな。はい、騒ぐな。はいはい、スッと終わらせてあげるからね。あれ、なんで出てきた。おー、なんで出たの今。狂ってんの。ダメよ、出たら。何かなーつって、野良犬かなー、違うよ。はい、アサシンでーす。あ、ひそ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 してんなあー、いるな、どっかにいるなー。あいつにバーサクダートしたら有効な感じしない。基地の中覗いてるし。よいしょ。あ、もう始末されたかも。あっちゅう間だった。なんでやねん、なんでダブルアサシにならんかったねん。トゥルトゥルトゥル、正面から戦うの好き。はい、アーフ。カメラは変なとこ行くのやめて。あ、お前仲間がいんのにそんなもん投げんなって。よいしょ。はい、どうぞ。リーダーさん、俺さっき見かけたんだよな、一瞬。黄色いの見えたんだよね、どっかで。やべ、はい、やべ。どっから見られた。下から見えた。あ、あれ、アサシンなリーダーだ。やってるやってる。うん、ちょっと無理だな、残念。そこのおバカ2人を始末しましょうか。お前からね。なんかビローンってなった、ビローンってなった。どうしたどうした、なかった。あ、榴弾グレネードがねえや。頭あそこにあるから、あれ現地落としようか。ん、リーダーさんあそこにいらっしゃいますね。そっちやね。ケツから音不利なんだけどね。うわ、嘘！ずりー、マジか。正面から行くとマジ強いな。強引に投げに持ってかれますね。吸い込まれたよ。ダメですね、もうやめます。追いません、絶対もう。ああいう追い方はしない。もうアサシンやん。はい、山ほどいいんだ、本当に。ん？なんだ？リーダーかな？いや、
あの兵隊かな。まずい。あ、リーダーですね。はあ、ちょっと隠れて真面目にやろうかな。そんな気になってきたわ。俺には気づいてないですね。あぶね。はい。こう、なるほど。この上には登れるように見えて登れないみたいですね。どうやら。あ、行くんかい。どっちなんだよ。あー、なんで今ジャンプした。 A 押してなかったんですけどね。段差のせいですよ。よしよし、わかったわかった。ちょっと真面目にやるわ。いい加減適当プレイやりますか。ぼじぼじ私も改心しようかなって気になってきました。よいしょ。壁の裏になんかいるみたいですね。これちょっと屋根の上行くのがあんま良くないんですよね。中央の視界が開けすぎてめちゃめちゃバレちゃうんで。アサシンリーダーは近くにいたら反応するかなって期待したんですけど。あら、お前ら戦闘、ああ、びっくりした。決着つかずに終わったのかと思ったら。写真が近い。解放したいけど、あの二人中央に走っていくのはちょっと危ない気がする。あら、登れないんで。これやり合ってない、あれ。あらら、やり合っちゃってますね。お、リーダーに見つかった。リーダーどこ。わお、お前リーダーな。いや、これはリーダーじゃない。なるほど、そこでやり合ってんだ。はっはっはっは、なるほど。ああ、いいね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 、そういうのいいね。どこ狙っとんねん。届かん。あの上なんかいますね。
寝させたら死んだ。ギャングリーダーは今走り回ってる感じですかね。またこの屋根の上にいると俺見つかるってこと。ほいっと、また先手で俺が見つけないとダメなんですよね。基本的に相手に見つかってからだとかなりきつい。おっと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 、危ねえ。お前らが勝利して終わったか、残念だな。あ、嘘、危ねえ。どこにいたんだろう。マジ面白いな。破壊します。ほい、なんだろうなーっつってね。なんでしょうねー。出てこなくてもいいですけど、どんどん工作活動進めちゃうよ。そう、私さあ、リーダーはどこかな。あら、バーサクしてますね、なんかね。リーダーはどこ、見つかったんぞ。なんで、リーダーはどこにいるんですかね。暴れてる暴れてる。君らのリーダーどこ行ったのよ。それと今絶賛探し中なんだけど。どこに隠れてんだあいつ。あ、あれ違うだろ、あれ違うな。喧嘩してますね、なんかね。あ、どうした？なんかバカしたぞ。あ、あれリーダー、リーダーだった。リーダー。あ、リーダーにバーサ聞かないって。はい、リーダーなんかあっさりと隠れてね、やっぱリーダーが出てきたところに行かないとダメですね。私が見つかってからっていう流れはダメだな、本当に。この勢いで全部潰しちゃおうかね。いっちゃいましょうよね、もう一気にね。今日は今回の動画でニューヨーク解放をやりきっちゃいましょうね。解放っつってもとりあえず敵を倒したってところね。あのロケーションの高いところ登るのはね、ちょっとやってきますよ俺。別に登るの見せてもしょうがないと思うんでね、おそらく。ニューヨークはちゃんと解放しておきましょう。ここは自分の街ですしね。あんで、こう外でね、船でガンガン資源を取ってきて、またこう建築物をバンバン建ててね、収入を上げていくって感じですよね、きっと。本当この街物騒なんだけどもうちょっと平和になんないですかね。暗殺者さんが私のことめちゃめちゃ狙うんですよ。もうやんだ、もう人気者つらい。どこ、宝箱どこ、あれキラキラ言ってんだけどな。上かな、いや上のわけない。あったあった。目に入ったものだけはまあ、サグウルしておきましょう。あ、この鳥で星2じゃないですか。なるほど、さっきの星3よりは難易度低めなんですね。じゃあちょろいんちゃう？そう思っていた時期が
みたいなね、よくあるやつ。ギャングの石膏、どいつが石膏、あ、いた、なんかいたわ。リーダーかな、あれ。リーダー、リーダーいたな。リーダー殺してえな。じゃあリーダーとやり合わせようぜ。 VS リーダーやって、でリーダーとやってるところを榴弾グレネードで吹き飛ばすぞ。いけ、ダメか。あー、届かなかったか。あー、惜しいな今の。今ので終わりそうだったのにね、リーダー。マジ惜しい。お前でいいわ。リーダー俺に気づいてないからな今。チャンス。リーダー、リーダー、はいチーズ。えい、よし、はい、リーダーやった。あれ、これリーダー本当に。あれ、リーダー、リーダーだよね。あれ違うな。これリーダーじゃないっぽいな。マジで。黄色ったよねこいつね。あ、石膏の方か。なるほど。あー、リーダーじゃなかった。榴弾使っちゃった。まあ、いっか。俺のちょっと戦いの難易度上がってきた。頑張ろう。探し来たよ。いません。どうしたどうした、大丈夫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 、よしよし、まさぐるまさぐるしまさぐる。ん、いやもういいね、そういうのかかんないかかんない、一般の方はかからないのが一番いいよ、そういうね、面倒ごとにはね。ダブルアサシン。はい、気づいたけど遅かったね。ダブルマサグール。あ、いたな。殺害出ましたね。石膏かもしれないけど、ただ。デュワッ、デュワッ、いや、殺害出た方が多分、あ、いや、こっちも出るな。チラチラ。チラ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 、こんにちは。そう、私です。元アサシンの裏切り者です。さよなら。あ、見つかった。やべ。やべ。やべ。ありがとう、ありがとう。助けてくれる。助かる。はーい、ありがとうね。あ、ちょっと待って、君は敵じゃないはず。こら、ちょっと待って待って待って、そう、お前敵じゃない、お前敵じゃない、ややこしくなってる、ちょっとややこしくなってる、ややこしくなってる、全員襲ってくる。よし、こいつ、こいつやりたい。よしよし、お前、お前、他いい、他いい、はい、喧嘩しない、俺のせいで喧嘩しない、私のために争わないで。あ、もうダメだ。もう喧嘩止まんない。よし、リーダー探そう。怖いね。物騒だね。もう物騒な世の中ね。ほっとこう、ほっとこうもね。あ、いっ、おお、この野郎。ダーイっつって上から飛んできたわ。完璧油断してた。とんでもねえデストラップ仕掛けやがった。痛いよ、もう。すぐ飛び込んでくるよ、アサシンがもう。すぐアサシンでーすってやってくる。あ、リーダーに見つかったわ。これ撃たれるな、俺。逃げろ、逃げろ、逃げろ。急げ。あ、やべ、上に、上に。あ、痛い、痛い。おっせい。逃がさん。さ、リーダーは？リーダー近いどこだ、いいですね。え、私に気づいてますこれ。あ、違うね。あ、いいですね、いいですね、いい具合ですね。もう一匹行こうか。はい、もう一匹行こうね。ガンガン暴れよ。スーってね、スーって、あ、バレました？ですよね。
反応遅かったですね。アサグールリーダーどこかな。あ、見つかっちゃった。撃たれちゃう。はい、ここです。おやすみ。旗切ります。あとリーダーかな。はい、リーダー出ておいで。リーダーおいで。あちらの方角にいらっしゃる感じですかね。リーダーどこかな。タマゲッチュ。あ、終わった。え、なんで、なんで、え、リーダーどうした。え、なんで、え通り前にでもあったリーダーなんで、え、え、え、箱開けたらリーダーが死んだ、どういうこと。なんかこの中にもう絶対見られちゃいけない写真とかあって、無念っつって自分を刺したのかどういうこと、なんで終わった。あ、なんかこういう飛び込んできたこういう人にやられちゃったんですかね、もしかしたらね。ね、そうなのかもね。びっくりした。何が起こったかと思ったよ。突如リーダーが死にましたよ。あ、なんで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 、ちょっと待って、何もしてないよ。なんでなんで、お前ら勝手に、ちょっと、なんだろう、もうこれ。ちょ、ない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 、なんでなんで、なんで俺追っかけられてんの。大きな音がしたからあいつだろうみたいなの、ちょっとほんとよくないよ、そういう。なんかね、俺味方だよ君たちの。テンプル騎士団の服着てるでしょ今俺。とんでもねえ濡れ衣だよもう。いやー、こんな感じでね、一旦ちょっとニューヨークの街を掃除しましたっていうところで、ほら、綺麗になりましたね。ここでちょっとですね、一旦今日区切りまして、また、海にね、出ていこうかなと。海の方のね、ちょっと寄り道というか、要塞潰しとかもやっていかなきゃいけないですね。ギャングの基地潰したり。それもやっていきましょう。一旦ニューヨークは、で見てみますが、改築 8%、しょぼ。まだまだこう、改築する場所があるっていうことですよね。要するに。こういうとこね、こういうとこ。ちょっと資材がね、どうしてもちょっとへっぽこなんで、特にあの金みたいなやつが足んないんですよね、一番左の。あれをちょっと何とか集めなきゃいけないですね。はい、じゃあ今回これで区切りますので、またよかったら続きも見てください。お疲れ様でした。バンバン行ってきます。